アラン・パーソンズプロジェクトはイングランド出身の音楽ユニット。同国の音楽クリエイターアラン・パーソンズとエリック・ウールプソンによるスタジオ制作だけのプロジェクトとして活動した。コンビ解消後アランはこれまでの作品をライブ演奏するプロジェクトを立ち上げている。創設者アラン・パーソンズ・ビートルズやピンク・フロイドなどの作品を手掛けたアビーロード・スタジオのエンジニアであったアラン・パーソンズと 主にセッションピアニストやソングライターとして活動していたエリック・ウルフソンがエドガー・アラン・ポーを題材にした共作に意気投合しプロジェクトが発足した。その作品はファーストアルバム怪奇と幻想の物語エドガー・アラン・ポーの世界としてリリースされグラミー賞にもノミネートされるなど高い評価を得た。その後もコンセプトアルバムを主体とした作風でコンスタントにアルバムを発表。 プログレッシブロックを彷彿とさせる壮大なスケールのサウンドでありながら、ポップで聴きやすい音楽を展開し、英米で大きな成功を手に入れた。主に、I in the sky、Don't answer me, Time などのヒット曲がある。名前の通り、あくまでもプロジェクト形式の音楽集団であることに、こだわり、固定メンバーはアランとエリックの二人だけで、レコーディングごとに参加メンバーは変わっている。 ただ、元パイロットのデビット・ペイトンとイアン・ベアンソンの二人は、純レギュラーのような形で、ほぼ全ての作品に携わっている。1987年までの活動期間中に、アルバム10枚を制作。最後のアルバム、ガウディ発表後、それぞれのソロ活動に専念。その後エリックは、ミュージカルや舞台音楽の世界に移り、アランと共作したミュージカルのロックオペラ作品。 フレイディアナを1990年に発表している。この作品を最後にコンビを正式に解消した。全くコンサート活動を行わないユニットとしても知られていたが、解散後にアラン主導によるツアーをたびたび開催している。1990年に欧州のライブサーキットナイト・オブ・ザ・プロムスにてエリックを除くスタジオ制作の主要メンバーが揃い。 アラン・パーソンズプロジェクト名義でライブ演奏を行った。そしてソロアルバムオンエアを引っ下げ同名義ワールドツアーの一環で日本にも1997年に立ち寄っている。1999年にアランのソロ3作目タイムマシンの発表に伴い2度目の来日公演をアラン・パーソンズライブプロジェクト名義にていった。また2005年には 元ウイングスのデニー・レインと共に3度目の来日公演を行った。2009年12月2日、エリックが腎臓癌のため64歳で死去。2014年、1979年に制作し1981年のリリースを計画しながらお蔵入りしていた未発表アルバムザ・シシリアン・ディフェンスをコンプリートボックス収録にて正式にリリース。 プロジェクト最後のスタジオアルバムとなる。2016年のインタビューでアランは、プロジェクトはエリックと自分二人だけのもので、アルバムコンセプトの多くは彼のアイデアだったと語り、エリックとの共作以外で、プロジェクト名義による新規のスタジオアルバム制作はありえないことを示唆した。コンピレーション、アラン・パーソンズ・プロジェクトのエリック・ウルフソンが死去。セディ・ジャーネル。 2018年4月3日閲覧。アラン・パーソンズプロジェクトの 11CD、ザ・コンプリート・アルバムス・コレクション・サンプラーが公開。幻のアルバム、シシリアン・ディフェンスも収録。アマス、2020年5月5日閲覧。アラン・パーソンズ、もうアルバムを作る意義すら感じない。バークス、2018年4月3日閲覧。ありがとうございます。